はい、皆さんこんにちは。佐賀キャスでございます。2時半になろうとしてますね。5月は13日の土曜日でございまして、土曜日というのは静かですね。まず電話がほぼ仕事の電話かかってきませんね。でプライベートの電話も私はほとんどない人間なんでかかってきません。ほいでもってメールも来ませんね。なんで、ひたすらここでですね、喋ったりですね、原稿書いたりしてればいいだけなんで、いやいや楽なんですよ。はい。でまったりしたいんですけども、雨降ってるんです。今ちょっと買い物に出たらですね、帰りに雨降られました。濡れながら帰ってきましたけど。はい。よいしょ。しかしこの辺ね、あれなんですよ、子供多いんですよ。中央区日本橋小網町というところなんですけど、マンションもたくさんありますし、でマンションのね、駐輪場を見るとね、子供用のその後ろにこう、子供用のあれ、こう背もたれみたいなのついてる自転車がですね、どうでしょうね、3割ぐらいは止まってるんですよね。で歩いててもやっぱり子供多いですしね、やっぱりここで子育てしてる人いるんやなぁと、いるというか結構いる、知り合いもいるんですけどね、実は。結構いるなぁという感じがしてですね。まあ、街中ですからね、こんな街中、ふーんという感じですけど、あれですね、なんとら小学校とかいう名門校もございましてですね、割合いますね。はい。本題いきましょう。産経新聞でございまして、これは今日の朝9時37分、ウクライナ軍バフムト周辺で大規模反攻か、ロ撃退したというニュースですね。産経新聞、ロシアによるウクライナ侵略で、ロ国防省は12日、東部ドネツク州バフムト近郊のソレダル方面でウクライナ軍が大規模な攻撃作戦を11日に実施したものの、ロ軍が撃退したと主張した。同省によると、攻撃作戦にはウクライナ軍部隊1000人と戦車最大40両が参加し、長さ95キロの範囲で行われたという。1000人で95キロってね、散発的と言っていいと思いますよ。1000人でしょ、たったの。95キロでしょ、で、まあ、もうおよそ100キロですよね。たら、1キロに10人しかおらへんやんっていう計算ですね。そんなんで構成と言えるんですか。まあまあ、ええけど。ロ国防省が発表に先立つ11日夜、ロ軍事ブロガーのボドウブヌイ氏は交流サイト SNS を通じ、ソレダル方面で戦車の突破に成功したと報告。ソレダル方面で戦車を要したウクライナ軍部隊がロ軍の防衛線の突破に成功したと報告。すいません、ちょっと一行読み飛ばしましたね。と報告。ロ軍にとって状況は厳しいと指摘するなど、ロ国防省の発表とは食い違いも出ている。同市はまた、バフムト近郊の2集落でも防衛線が突破され、ロ軍が後退したとの情報もあるとした。一方、ウクライナ軍は12日、バフムト近郊の1集落を奪還したと発表した。同国メディアが伝えた。ロシアですね、独立系メディアは12日、ウクライナ軍の活動の活発化について、本格反攻に向けて、ロ軍を東部に釘付けにする戦術に基づく可能性があると知った。ソレダルをめぐっては、ロ国防省が1月下旬までに制圧を発表。その後、ロ軍は要衝バフムトの制圧に注力してきた。だが、ロ軍はバフムトでウクライナ軍の交戦に遭い、現在まで制圧できていないほか、最近は一部のロ軍部隊が市内から撤退したと伝えられるなど、苦戦している模様だ。米シンクタンク戦争研究所は11日、ロ軍はバフムトを防衛するウクライナ軍部隊の包囲を狙ってきたものの、現場部隊の練度が低下していると指摘。ウクライナ軍が包囲される恐れは去った可能性があると分析した。ということで終わってます。
まあ、ようわからんのですけども、なんかですね、ロシア軍が崩れかけてるなという印象は受けますね。ウクライナがね、反攻作戦を開始する、開始するというふうに盛んに言うてましたよね。それが始まったんかと思わせるのが、この一連のバフムト関連のニュースなんですけども、再々申し上げてる通りね、行くぞ行くぞ行くぞって言ってね、行ったら相手待ってるわけでしょ。待ってるところに行くというのはかなりアホなんですよ。だから行くぞ行くぞ行くぞって言うといてですね、相手を待たしといてですね、ほんまはいかへんと、違うところに行くというのがですね、これ一番賢いやり方ですね。一番というか、それは普通のやり方ですよ、戦争というものの。で、バフムト関連で行くぞ行くぞ行くぞって言うといて、違うところに行くんちゃうかなと思うんですね、私は。南に向かうんちゃうかなと思うんですね。南ですね、マリウポリやったかな。というのはありますでしょう。アゾフ海沿岸かな。あそこ、当初ですね、去年の今頃というか4月頃ですかね、激戦をしてましたでしょ、マリウポリっていうのは。マリアの町という意味らしいんですけど、マリウポリ。そこをね、取り返したらですね、ロシア軍が寸断されるんですよ。で、クリミア半島側はですね、陸路での補給がですね、非常に困難になるわけですね。クリミア大橋というですね、1回は通行不能になった橋ですね、アゾフ海に架かる橋を通らないと補給ができなくなるんですね、陸路では。で、マリウポリを取って、なおかつ橋をぶっ壊せばですね、クリミア半島を孤立するんですよ。で、補給ができなくなるわけですね。だから本来本命はマリウポリちゃうんかなと私なんか思うんですけど、で、ウクライナでバフムトあたりに行くぞと言うといて、で、本体はですね、本体というか主力部隊は南に向かってドドッとこう行ってしまうんちゃうんかなと、まあそんなことを考えてますけどね。ただまあバフムトで盛んにですね、ロシアが撤退してる、ウクライナが攻勢をしているというニュースはですね、まあ望ましい、喜ばしいことではあると思いますよ、ウクライナ側から見るとね。で、まだですね、レオパルドっていうドイツの戦車が登場したとは聞きません、だから一気にそっち側に行くんちゃうんかなという感じはしますけどね。まあ、よう分かりません。で、ですね、今後ロシアはですね、こう負けます。多分、まあ、どういう形で負けるかは分かりませんけども、ロシアは負けてですね、プーチンはプッチンされます。その後どうなるかっていうのがですね、それ皆さんが一番気にかけてるところなんですけども、一番いいのはね、アメリカのですね、あいつがですね、大統領がですね、変なことやってますでしょ、バイデンがですね、こう変な政策を取ったわけですよ。アメリカ国内で、オイルシェールオイルをですね、あんまり増産すんなっていうみたいな政策を取ったんですけども、それやめてね、どんどん石油掘ったらええねん、取ったらええねん。そうするとね、石油価格下がるでしょ。今、ロシアをね、締め上げる一番いい方法はそれなんですよ、実は。ウクライナを応援するのも大事ですけども、ロシア締め上げる一番は、1バレル15ドルぐらいにするんですよ。そうしたら、もう1年を待たずに干上がりますから。で、干上がらせといてですね、プーチンなきロシアからですね、核兵器を、取ってまうわけですよ。そしたら核兵器なきロシアなんかなんも壊ないわけですよ。なんも壊ない。だから何とかして核兵器を取り上げてしまって、あとは勝手にやりなあんたらということにしたらいいわけです。でそうなるとロシアは困るに困るわけですね。で混乱もしますしですね、分裂もしますしですね、多分ね、シベリア以東ですね、いわゆるサハリン州であるとか、沿海州であるとかは独立しようとすると思います。でその時に北方領土返せよと、援助しちゃうからというシナリオがあり得るんちゃうかなと、ここだから 1,2 年の間にあり得るんちゃうかなというふうに僕は思いますけどね。もうそれぐらいしかね、北方領土を取り戻す方法ってないと思うんですよね。だからもうそういう、でもキッシャンってそういうことがなんか苦手そうですからね。
ほんまに木を見るに瓶ではないんですよね、あの人ね、ほんまに。ほんで外務大臣が林でしょ、ほんまに。やっぱりタイミング悪いなという気がしますね。あの安倍さんであった方がそのあたりはピッピッピッとこう回したんちゃうかなという気はいたします。この産経新聞のアドレス一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。